1888年の地図界の大聖堂。高さは約70メートル。1903、1913の建築クローンシュタットは、サンクトペテルブルク中心から北西に約32キロメートル。フィンランド湾に浮かぶコトリン島に位置する都市。バルチック艦隊の軍港がある。行政的には、島全体でサンクトペテルブルク市クローンシュタット区をなす。 のの人口は 44, 人。口は年のクロンシュタットの反乱のほか、成人クロンシュタットのア案で知られる。大北方戦争の最中、か、1703年、ロシア帝国軍は、スウェーデン領であったコトリン島を占領。ピョートル大帝によって、首都ペテルブルク防衛のための要塞が築かれ、1720年代には、バルチック艦隊の主力基地となった。 19世紀の半ばに、エドアルドトドレウェンによって大きく改築され、街は城壁で囲まれた。20世紀初頭には革命運動が高揚し、1905年の革命では提出に対する水兵たちの大きな反乱が起こった。1921年3月7日、クロンシュタットの水兵たちが独裁化しつつあったボリシェビキ政権に対してすべての権力をソビエトへ。 というスローガンのもと、自由選挙の保障、言論、出版の自由、政治犯の釈放、個人の財産の所有権などを要求して放棄した。当時、ロシア共産党政治局員の一人で、ペトログラードソビエト議長だったジノビエフは、直ちにクロンシュタットに軍を送り、プハチェフスキーの指揮の下でこの放棄を鎮圧した。これは、ボリシェビキ政権のソビエト国内で、最後にして、 最大規模の反政府反乱であった。ありがとうございます。